ペルソナ4ジ・アルティメット、ようこそベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質。さてスゴロクさんが3連勝したので、赤組白組両方とも新しいプレイヤーに変わりました。赤組はユキさんのミツル、白組はSTR さんのナルカミです。大丈夫、私がついてるって。さあ早い段階でバーストを使ってきました。このゲームはバーストがたまるのがなかなか早いので、これはいい判断と言えるでしょう。さあスライディングぶっ込む、ワンモアキャンセルして、さあまだつながる。さあこのまま一気に殺し切りたい。さあ位置が入れ替わって、今度はミツルのターンになるのか。さあボコスカ、さあ一気にミツルの体力が残り1割という状況ですが、さあジャンプ攻撃が当たってきっちりコンボをつないでいく。さあ昇竜しましたが反撃は間に合わない。ここは飛び道具にペルソナ技を合わせていきました。さあ少しずつユキさんが体力リードを奪い返していくが、ここで投げが決まる。さあ飛び込んで固めて固めて、最後に勝ったのはナルカミの 2B。 まず1ラウンド目取っていたのは HDR さん。さあ開幕からガンガンに行く両者、まずはミスルの A コンボが決まって、さあ現在ミスルが体力リード。さあまだ攻めていくが、ここで 2B から警戒す。さあ一気に画面貸し、ここは逆切りで跳ね返しますが、呼ばれていたバーストでもう一回跳ね返して、どっちも力はゴブゴブだよ。さあ中段固めて固めて投げる、投げが刺さってコップを決める。さあこのラウンドも一気に HDR さんのペースになるのか。さあ飛び込みからコップ空対空勝って、空中投げ、これはうまい。おっと逆切れ、これはガードされていた。おっとコンボはつながった。さあこのまま決めるか、最後は下段。さあ勝ったのは HDR さんの鳴神です。それではユキさん、ポストカードの方をお持ちください。ペルソナ4ジ・アルティメット、知恵使いの赤アルヒメさんお願いします。ここは夢と現実、精神と物質の、この HDR さんの密林に挑戦するのは、アカルヒメさんの知恵。さあこれはもう牽制最強キャラと火力最強キャラ、あすいません、ナルカミでしたね、すいませんでした。最後目、まずは投げを決めて HDR さんが先制。さあまだ攻めていく。さあ2人がかかりで知恵をボコボコにしていく。コンボがまだつながる。画面越しのエリアルきっちり決めて、一気に知恵の体力が残り1割。しかしここからでも油断できないのが知恵というキャラクター。さあこのまま一気に殺し切るか、最後は投げを決めて、まあ、知恵に 何もさせずにまずは HDR さんが1本目取っていきました。さあ開幕から鳴る神の牽制が当たります。ここはバーストで跳ね返す。裏回りからの飛び込みが当たって、さあガンガン固めていく。ここはさあターンが変わった。しかし投げスカリを逆に投げられてしまって、再びナルカミのコンボが決まります。ここは昇竜で割り込んでいった。さらにゲージを使ってダメージを奪っていく。さあここで隕石を出していった。さあここから、さあここからワンチャン逆転あるのか。さあ3層伺う明るひめさん、
ードが硬い。さあここで逆切れ入れていく。さあバーストをここで使って、さあどうなる。さあここでコンボが入って、さあ最後は中断。さあこれで HDR さんが2連勝。明る姫さんは、ポストカードの方を、まあ、どうぞお持ちください。ペルソナ4、鳴神使いの後藤さんお願いします。真夜中アリーナ。はい、続いて赤組出てくるのは、鳴神使いの後藤さん。さあここで鳴神対鳴神。さあ、くしくも同キャラ戦となりました。ここ夢と現実、精神と物質の狭間。まあ、しかしなんとなく、まあ、鳴神はバランスの取れたキャラクターなので、同キャラ戦も割と両芸といったような気がします。さあ、お互い、同キャラ戦がある意味キャラ対策一番難しいと、まあ、格闘ゲームではよく言われます。さあ、この同キャラ戦制するのはどちらになるのか。ボコボコだ。さあ決めて、トラ DB、 一旦前が離れて、さあ空対空。さあさらに空中だけで拾っていって、さあさらにコンボ、ここはバーストを使っていく。さあ DB、 さあ固めて固めて、さあスライディングぶっ込む。さあ DB、内からさあ HDR さんが固めていく。ランボワークさん使ってバグプス、ここは投げで切り返す。このラウンドはいい勝負。さあここからさあコンボを決めた。かっこいいぞ。さあまだ生きている。二段も決めて、ここは対空しっかり見ていた。落ちたけど。さあ二ラウンド目、さあこの同キャラ先制するのはどちらになるのか。相手にやるね。こっちに危ない気にしない。さあ DB、 ここはしっかり上を見ています。右からコンボ、スライディングが繋がらず逆に反撃を受けてしまう。ここは逆切れで跳ね返す。さあ投げて、おもろに DB がヒット。コンボへ繋いで、さあワンボはキャンセル。もっとここは投げで跳ね返す。でまあここから逆転あるのか。さあコンボが決まって、まだ繋がる。さあ空中だけで攻めて、体力削って、さあ一気に逆転。これは素晴らしい。さあチームメイトからも拍手が沸き起こります。それでは HDR さん、白軍マジェスティックさん、白組マジェスティックさん、ミッチェル使いのマジェスティックさん、いらっしゃいます。マジェスティックさんいらっしゃらない。いないなら、とりあえず飛ばしますね。じゃあじゃあアリサさんいらっしゃいますか。はい、よろしくお願いします。